メンタルヤバそうなペップに必要だった人ってこの人じゃね？絶対不調の要因の一つ、彼はきっと彼を恋しく思っている。きっとベップにとってのモチベーションだったんだろうな。ベップはクロップを愛していた。クロップがどれだけ恋しいかを思い出させるんだ。クロップはもういない。スロットはあなたに容赦しない。ベップがこんな感じになるのマジでクロップだけだったよな。結局ユルゲンが辞めて一番得するかと思われたベップちゃんが一番ダメージ受けてるっていうね。最高の二人だったもんね。ベップマジで心にぽっかり穴開いてそう。また見たいよ名将対決。歴史上最も偉大な二人のコーチがそれぞれのスタイルとアイデアで栄光を築き上げた。また見たいよねこの二人の熱い試合。